楽ちんな選挙なんて一回もやったことなくて、いつも大変な選挙をやっているので、毎回声も枯れるし、選挙すごい大変です。ただ選挙って私もだけど、頑張る候補者がいて、党員がいて、支援者がいて、頑張ってって言ってくれる人がいて、また選挙ってまた意外とたくさんの人に触れ合うチャンスでもあるんですよ。そこでまたいろんな声を本当に聞くっていうこともあるので、それこそ政治と一緒、大変だけどやりがいがあるっていうことでしょうか。でもいつも大変です。本当に大変、厳しい厳しい厳しい選挙、頑張ります。社民党は今度の参議院議員選挙、断固に平和、暮らしが一番、戦争はさせない、その立場で頑張ってまいります。物価高によるインフレ状態、消費税は 10%、 非正規雇用は4割になり、そしてどうですか、年金は下がっています。実質賃金は20年以上下がり続けている、そんな国です。生活苦しいですよね。皆さんどうですか。日本は唯一実質賃金が下がり続けている先進諸国では唯一の国です。どうですか。でも皆さん、これ政治の結果ではないでしょうか。新自由主義を社会民主主義に変えていこうではありませんか。どうですか。ウクライナの戦争はまさに武力で平和は作れない、核兵器は威嚇に使ってはなりません。だからこそ核兵器の廃絶、そして原発も危険。だから社民党は核兵器廃絶と原発の、まさに脱原発、再稼働させない、そのことを強く訴えてまいります。戦争へ、戦争への道を歩むのではなく、まさに憲法9条を持つ平和国家として、外交、人々との交流、あらゆることを尽くして、北東アジアにおける安全保障構想、非核構想こそ実現すべきではないでしょうか。皆さん、防衛予算11兆円ではなく、給食の無償化、高校の授業料の完全無償化、大学の入学金、授業料の無償化こそやるべきではないでしょうか。皆さんたちの貴重な税金は、人々への支援、生活への支援、未来への支援にこそ使われるべきではないでしょうか。今度の参議院選挙で関係勢力が3分の2以上を占めたら、まさしく憲法改正の発議により踏み込んでいくでしょう。それを止めたいんです。それを止めたいんです。それを止めたいんです。戦争させない、戦争させない、戦争させない。それが社民党です。皆さん、今回の参議院選挙、本当に正念場です。社民党は得票率の 2%、 約120万票を取らなければ政党要件を失ってしまいます。私、福島みずほ、何としても社民党国会に存続し、踏ん張って踏ん張って踏ん張って頑張り続けたいんです。皆さん、生存権保障されていますか。沖縄の人たち、平和的生存権保障されているでしょうか。どうですか。憲法9条を変えるのではなく、生存権守れ、表現の自由守れ、思想良心の自由守れ、平和的生存権守れ、労働基本権守れ、学問の自由守れ、まさに憲法の価値を、憲法の価値を、それこそ生かしていく政治をやるべきではないでしょうか。皆さん、社民党です。社民党は頑固に平和、そして暮らしが一番、戦争はさせない、命が大事、脱原発、そんな政党です。社民党頑張らさせてください。社民党頑張らさせてください。どっこいどっこい社民党、どっこいどっこい社民党、どっこいどっこい社民党、どっこいどっこい社民党。どうか全国の皆さん、社民党へのご支持を心からよろしくお願い申し上げます。社民党頑張ります。